今日は私がいつも持ち歩いている小さめのバッグの中身紹介をしていきたいと思います。割と荷物が少ないと思われがちなんですけど、インスタとか見てくださってる方からしたら。だけど意外と必要なものとかは持ち歩いてたり、化粧直しとかもちゃんと持ち歩いてたり。小さいバッグってやっぱり可愛いから持ちたいんですけど使いづらいんですよ。でもちっちゃいバッグを好きになってから数年研究した結果がこのアイテムたちなので、よかったら参考にしてみてください。やっぱね、美人なお友達って本当に荷物少なくて、ライダー女優さん、私の一番仲良くさせていただいている A さんはもうね、本当にバッグがちっちゃくて、そんなバッグに何入れてんのって言っちゃうんですね。毎回同じ答えしか返ってこない。まあ荷物が少ないんですよ。とにかくそんなこと4年間過ごしてきた中で、そこまで荷物は減らせなかったんですけど、バッグをちっちゃくいたいっていう信念を貫き通した結果なので、参考にしてみてください。では早速いきます。ちなみに私が思ってるちっちゃいバッグはこんな、これはね、そこまでちっちゃくないんです。私的に一番厄介なのマジこれ、見てよこれ、何も入らないと思うんですね。だから本当にコツとかがいっぱいなの、私のバッグの中身は。まず荷物を減らす上でめっちゃ大切なのがお財布です。こういうちっちゃいバッグで挑まなきゃいけない時は、このすんごいちっちゃいパスケースを使ってます。これね、リスティっていうところのだったかな、3000円ぐらいで買ったんですけど、これめっちゃいいのよ。ここはなんか前まではさ、定期とか入れる感じだったけど、今はモバイルなのでここに何も入れてないんですけど、ステッカーとか入れたら可愛いですよね。だって大きさ見て、ミンティアと一回り大きいぐらいで、これはここにカードも入るし、ここにカードも入るし、中がこう3ポケットになってて、こっちにはなんかポイントカード系を入れて、こっちにはお札と小銭でも、ほとんどキャッシュレスだから最近は少ないんですけど、ここに入れて、ここに支払い系のカードを入れるっていう風にすると、なんかちっちゃいお財布だけど探さないで済むし、めっちゃいいんですよ。ブランドさんのパスケースとかって意外とね、ここら辺にこう何枚も入れれるポケットがあるから、その分大きかったりするんですけど、こういう革製品ブランドのものはコンパクトにこだわってるし、なんか触り心地もすごいいいし、めっちゃいいんです。でこのね、私ゴールド大好きなので、ゴールドを重視して選びました。このブランドさんの薄いブルーの色違いもあったんですけど、それもすっごい可愛いし、しかもね、ブルーの製品って金具がシルバーなことが多かったんですけど、そのブランドさんはゴールドで、ブルーとゴールドってすごい組み合わせが可愛いので、すごい迷ったんですけど、無難にブラックを選びました。ここにね、引っ掛けるやつもついてていいです。これはとても、まずお財布をこれにできただけでだいぶ違いますね。次に荷物が少ない美人さんの特徴は、化粧直しのものが少ないことなんです。だからこうリップしか持ち歩かないから、ポーチとかに入れずにリップをそのまま入れてたりするんですね。私もそういう時期もあったんですけど、意外とリップも欲しいし、コンシーラーも欲しいしってなったら、ポーチって結構重要なんですけど、かさばるので、おすすめのポーチが2つあって、こういう巾着型の形を自由に変えられるちっちゃいポーチ、これは私が作ったものなんですけど、余った分を折れるからいいですよね。でもう一つはこのマークウェブのなんとかポーチって言うんですけど、これ300円ぐらいで買ったんですけど、結構ちっちゃくて使いやすい、安いのになんかね、スムーズに開閉できたりしてすごく可愛いです。ここに私の必須アイテムのリップ、これは MAC のパラマウントです。あと MAC のリップ下地と、これがねめっちゃいいんです、 24H コスメのミネラルスティックファンデっていうやつなんですけど、すごい見ての通りコンシーラーぐらいの大きさで、スティックタイプの、なんかね、私的にはコンシーラーとして使ってるんですね。ファンデーションっていう名前だけど、これは石鹸落ちできるもので、私はアイシャドウとリップは石鹸落ちにこだわってないけど、肌は石鹸落ちにこだわってるので、これをコンシーラーとして使ってます。質感とかはメイク動画で詳しく話そうと思うんですけど、潤いすぎずとても良いです。私はこの辺は乾燥肌なので、あんまりお化粧崩れないので直さないんですけど、鼻とか顎とかがちょっと光りやすくて、これは光を抑えつつ補強してくれる
今一番使ってるのがこのボンパヒュームの201。これは新宿のルミネとか、あの香水のセレクトショップみたいなのデパートによく入ってるとかあるじゃないですか。あそこに売ってて、多分3000円ぐらいのものです。でもここまで余裕がない時はこういうジルスチュアートのロールオンタイプの細いやつと、レイヤードフレグランスの10ミリのスプレーとか、こういう細い隙間に差し込めるやつを持ち歩きます。そうだから、本当に余裕がないバッグの時はこれに入れて、こうやって折って変形させて入れて、まあそんなに余裕があるよっていう時は、このなんかティッシュケースみたいですよね、違う、ポケットティッシュみたいですよね、こういうのを使います。これ L サイズもあって両方持ってるんですけど、すごく使い勝手が良いです。あと余裕があったらこの櫛も入れる。これは適当に薬局で買った小さい櫛です。なんかね、前髪を初にしてからやっぱり櫛が必要になりますよね。なんかさ、夏って私荷物すごい増えるんですよ。制汗剤とか日傘とかも持ち歩きたいから、だからこの荷物の中身で入れるのは秋冬春ぐらいまでなんですけど、夏のちょっと大きめバッグで荷物多めのものはまた紹介しますね。でリップも大きいの持てないぐらいちっちゃいバッグの時はこのアンドウルフっていうところのミニリップとかがおすすめです。これはマックのパラマウントよりもこんなにちっちゃくて究極の選択肢です。これは色はね PR0001 っていうちっちゃいやつです。で私にとってすごく必要なのがミンティア。これ薄いしいいんですけど、なんかねこれ食べてるといかついんです。最近言われていかついって思われんだなと思って。で最近のお気に入りがこっち、ちょっと高いんですけど、こっちはね3粒くらい食べないと嫌なの私だけど、こっちはなんか厚ぼったいし大きくて1粒でなんか満足度のあるミンティアなんですけど、これね厚ぼったいんです。やっぱりこの小さいバッグにするためにはこのタイプですね。あとイヤホンをね、最近結構 AirPods の方が多いと思うんですけど邪魔なんです私的に。だからこのあれビーツのイヤホンの首からかけれるやつを使います。これすごいね、本当にお気に入りね、ずっと使ってるんですけど絡まりにくい、さっきちょっと絡んでたけど絡まりにくい、なんか素材がすごい良くて使えばもう抜け出せなくなります。はい、こんな感じでこれにこのもうちっちゃいバージョンのリップを入れ、このスタジオ入れ、ミンティアを入れ、このコンシーラーを入れ、もう最大限に変形させてちっちゃくして詰め込む。で、このお財布を入れる。で、この香水もちっちゃい方を横で縦に差し込む。こんな感じ。これが一番私にとってちっちゃいバッグ。の中でもちょっと余裕があるときはこのポーチとこの財布を入れますね。で余裕があったらこのサンローランのノベルティの鏡も入れます。こういうこれはもう売ってないと思うので、こういう似たような薄い鏡いいと思います。こんな感じで、これはもうまだ余裕があるぐらいなんですけど、どうなんだろう、下がパジャマなんですけど、まだこんなちっちゃい、こんな感じで私の小さいバッグで美人に近づく方法でした。意外と荷物多くないですか？ポーチとか無駄な装飾とか無駄な余白とかでかさばるものが多いので、こういう巾着とかこのポーチとかはすごくおすすめです。なんかロゴとかも入ってないし無駄なものが本当にないからいいですよね。スマホとかはポケットに入れてます。ポケットがある服っていうのも結構重要ポイントかもしれないです。服を買うときに、夏場なんて特にね、アウターは結構あのポケットあるもの多いと思うんですけど、夏のお洋服とかはポケットあるか確認してから買うのもいいかと思います。さっきも言ったんですけど、荷物夏はすごい増えるので、今のうちに小さいバッグの中身を出して夏に向けてちょっと荷物多めのバッグの中身を紹介していきたいと思います。余談だけど、モデルさんが荷物少ない理由って夏場も汗があんまりかかないところにあると思うんですよね。私は普通に汗かくので荷物増えるんですよ。こんな感じで私の小さいバッグで生き抜く方法でした。では